堺市立福泉小学校は大阪府堺市西区にある公立小学校。旧村と新興住宅地が混在した地域を校区とし、校区は高市市及び泉市と接している。旧仙北郡福泉町の学校として1935年に創立した。明治時代初期に設置された泉州第14番小学校及び泉州第15番小学校の2校を 源流としている。複雑な分離や統合の過程を経て、大鳥群北上上村に、秋の神人情高等小学校、大鳥群鶴田村に洋徳人情、高等小学校が設置された。なお現在の高石市立高石小学校、高石市立とろ市小学校、堺市立大鳥小学校は、先週第14番小学校、先週第15番小学校の分離や、 統合の家庭で分かれていった学校であり、学校の起源を同じくしている。北上上村と鶴田村は1935年2月11日に合併し、戦北軍副戦長となった。長発足の翌日、1935年2月12日付で、旧村のそれぞれの学校、秋のり城高等小学校と洋徳神城高等小学校を合併する形で、 福泉尋常高等小学校が創立した。この小学校が現在の福泉小学校の直接的期限となっている。しかし福泉町では前年の室戸台風での校舎被害に伴い、校舎復旧に関する問題があったことなどを背景に、旧村の学校を統合して一校にする意見と、旧村の学校をそのまま二校並立として運営するべきとする意見が激しく対立していた。 統合の是非に関する対立を反映して、発足当初は、旧学校の校舎をそれぞれ文校として、授業を行っていた。学校統合反対派からは同盟休校などの運動もあったと記録されているが、結果的に統合の方向で話がまとまり、2年後の1937年3月16日に、現在地での教育活動を開始した。その後地域の児童数増加に伴い、 伏線町立伏線第二小学校、堺市立伏線上小学校、堺市立伏線東小学校の3校を分離している。ありがとうございます。